ジェームズ・ローレンス・レバインは、アメリカ合衆国の指揮者、ピアニスト。愛称はジミー。ジェームズ・レバインは、1943年、オハイオ州シンシナティのユダヤ系音楽家の家庭に、生まれる。祖父は、シナゴーグの学長。父親ラリー・レバインは、ダンスバンドのリーダー兼バイオリニスト。母親、ヘレン・レバインは女優。幼児期からピアノを始め、10歳で、 シンシナティ公共楽団のユースコンサートでデビュー。1956年にマールボロ音楽院でルドルフ・ゼルキンにピアノを指示。その翌年にはアスペン音楽院でヨゼフ・レビーンにも訓等を受ける。1961年にジュリアード音楽院に入学、ジャン・モレルに指揮を学ぶ。ジュリアードを卒業後、ボルティモア公共楽団のプロジェクトに参加後、クリーブランド還元楽団で ジョージセルの式見習いと助手を1970年まで務める。1970年にフィラデルフィア管弦楽団の客演指揮者として指揮者デビュー。同年オペラ指揮者としてもデビュー。アメリカのオケではシカゴ公共楽団と関係が深く、これまでラビニア音楽祭、シンシナティ5月音楽祭の音楽監督を務めた。メトロポリタン歌劇場と関係が非常に深い。 ドナルド・キーンは、私のようにメットを70年以上見てきた人間に、とって、デバインの登場は、絶対に、無視できない現象であった。かつて名歌手たちがキラ製のごとく、舞台に立っていた時代でさえ、オーケストラのレベルはひどいものであった。デバインが、メットの監督になってからというものの、オケの響きが格段に精明になった。これは身に驚くべきことで、今や、コンサートオーケストラとしても、 一流と言っても過言ではないだろう。と語っている。レバインは1971年6月のトスカの記念公演で初めてこの劇場の式台に立ち、大成功を収めた。その後も同劇場に出演を重ねることとなり、主席指揮者に任命される。1975年により音楽監督、1986年からは芸術監督に就任。 世界の大歌劇場、コンサートオーケストラとしても類を見ない長期在任が現在まで続いている。メトロポリタン歌劇場管弦楽団及びそのメンバーで編成された室内オーケストラは忙しいオペラ公演の合間を縫って定期公演にも力を入れている。また、国際的な演奏旅行も行っており、2002年には還暦記念公演として、 メトロポリタン歌劇場管弦楽団、合唱団とワールドツアーを行い、日本では東京文化会館で講演している。メトロポリタン歌劇場においてレバインが取り組んできたレパートリーは非常に広範かつ多彩な演目である。同歌劇場におけるデビュー25周年記念事業では、この機会のために特別に移植されたジョン・ハービィソンのオペラ華麗なるギャッツビーが上演された。 1999年にセルジュ・チェルビダッケの死後空席になっていたミュンヘンフィルの音楽監督に就任。メトロポリタン歌劇場を除き、レバインがオーケストラ千人の音楽監督を務めるのは、これが最初である。レバインはここを拠点にヨーロッパ音楽界での足がかりとするはずであったが、団員のオーディションにも立ち会わず、リハーサルも極めて短く、オーケストラと過ごす時間が短い。 などチェリビダックケと全く異なるレバインの音楽性が、批評家や観客からも不評を買い短い人気で終わってしまう。2004年には小沢誠治の後任として、ボストン交響楽団の音楽監督にも就任した。この契約によって、アメリカ国内のオ、OK、ケへの客演は制限されるようになったものの、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、ロンドンフィルハーモニー還元楽団、 シュターツカペレドレスデン等ヨーロッパの楽団には今も客演している。録音活動のペースは低下したが、2009年にボストン公共楽団の自主レーベルであるビゾ・クラシックスから発売されたラベル・ダフニスとクロエの全曲ライブ録音がグラミー賞を受賞。ウィーンフィル・ハーモニー管弦楽団とはかつてはしばしば定期公演に招かれ海外ツアーも行うほど密接であったが、 ドイツグラムンとの CD 録音が打ち切られて、以後は疎遠になった。ザルツブルク音楽祭とは1975年以来の付き合いになる。2011年9月に退任したが、あくまで負担軽減のための辞任であるため、客演は続けていくことがアナウンスされている。バイロイト音楽祭には、1982年にパルジファル初演100周年の記念年においてデビュー。 レバインは1980から1990年代、バレンボイム、シノーポリと共に、この時期の音楽祭を支える中核的指揮者の一人であった。ピアニストとしても優秀であり、室内楽や歌曲の伴奏の録音もある。ラビニア音楽祭のライブ録音には、自ら指揮しながら、チェンバロを弾いて、バッハのブランデンブルク競奏曲第5番を演奏したものがある。 1998年には三大テノールのコンサートでパリ管弦楽団を指揮している。2006年3月1日、レバインはボストン公共楽団との演奏会終了直後、カーテンコールで観客の拍手に応えていた際にステージ上で転倒した。転倒後すぐ立ち上がり、突然のアクシデントに拍手を止めて心配する観客の前で、 軽くダンスを披露するなど何事もないことをアピールしていた。しかし骨折こそ免れたものの、右肩の腱を激しく断裂する怪我をしていたことが分かり、手術と療養のため6月のメトロポリタン、歌劇場来日公演を含むすべての公演、演奏会への出演をキャンセルすることになった。その後、手術と療養を経て、同年7月7日のタングルウッド音楽祭でステージに復帰。 このアクシデント以外でも近年のレバインには座骨神経痛や腰痛などの健康不安をいくつも抱え2008年には悪性腫瘍が見つかった右腎臓を摘出2009年に最初の2010年に2度目の追間板手術を受けるなど不調によるキャンセルも増えてきており2011年3月にはボストン公共楽団の音楽監督を同年9月付で辞任すると 発表、2011年6月に予定されていた訪日もキャンセルとなっている。また、2012から13年シーズンいっぱいも指揮をしないことを芸術監督を務めているメトロポリタン歌劇場が発表した。2011年だけでも3度の手術を受けており、レワインはファンにも歌劇場にも大変申し訳ないが、スタッフと相談して決断した。 腰の状態を完全なものにして必ずステージに戻ってくると語っている。2012年には1994年頃からパーキンソン病を患っていることも明らかにしている。2013年5月19日にメトロポリタン歌劇場管弦楽団とのカーネギーホールでのコンサートで指揮活動を再開。2017年12月2日40代男性が 男性が15歳だった1985年から数年間にわたり、デバインより性器を触られたり目前で裸になり、G 行為を強要されるなどの性的虐待を受けたため、自殺を考えるまでに思い詰めていたとニューヨークポストが報じた。男性は2016年、イリノイ州警察にデバインを性的虐待で告発していたという。デバイン自身は否定している。12月3日には、 ニューヨークのメトロポリタン歌劇場が、同劇場の名誉指揮者であるレバインが不適切な性的行為を繰り返していた疑惑が浮上したとして2017年度のプログラムから外すことを決めた。劇場のピーター・ゲルブ総裁は、調査を元ニュージャージー区連邦検事で、1990年代にユナボマーと呼ばれた男が起こした連続郵便小包み爆弾事件を扱った。 ロバート・ J ・クリアリーに依頼した。劇場側はレバインが音楽監督在任中に複数の疑惑があったことを認識している。2018年3月12日、メトロポリタン歌劇場は調査の結果性的虐待疑惑の信頼できる証拠が出たとしてレバインを解雇した。2021年3月9日、カリフォルニア州パームスプリングスにて死去。77歳ボー 明確なシーンは公表されていない。ありがとうございます。